2018 FIFA ワールドカップロシア大会14日開幕のフジテレビ。A 中継 MC がジョン・カビラと同局の宮島奈美アナウンサーに決定した。ジョン・カビラ、左、と宮島奈美アナウンサーフジテレビ提供カビラは、数々のサッカー中継で、キャスターを務め、16年前の日韓大会、日本×ロシア、戦もキャスターとして伝えた経験がある。ウージアナはこの春からスポーツニュース番組、スパーク、のキャスターも担当している。解説陣は、元日本代表で日韓大会でもゴールを決めた鈴木隆行、06年ドイツ大会でキャプテンとして活躍。宮本恒康をはじめ、同局系サッカー中継ではおなじみの風間八宏、山口元宏、清水秀彦らが登場する。フジ系では、28日、21時チルダ、日本×ポーランド、戦をはじめ、エジプト×ウルグアイ、15日19時57分チルダ、コスタリカ×セ。ブリア、17日19時57分チルダ、デンマーク×オーストラリア、21日19時57分チルダ、など、注目の試合をゴールデン帯に生中継する。カビラは、さあ、日本、運命の第3戦のポーランド戦生中継、どんなドラマが展開するのか。スポー。を愛するすべての人の目を釘付けにするゲーム、頼むぞ、サムライブルー、と熱が入っている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。